動画で綴るよっちゃんのお料理コーナー JOBBB209 今週はコカブラのスープ煮の作り方を私てっぺーと動画を見ながらリスナーの皆さんにご紹介申し上げます、はい、それではまずは材料の紹介からよっちゃんをよろしくお願いしますはいえ洋風スープの素それからスープの素 鶏ガラスープの素、それぞれ小さじ一杯ずつ混ぜて使います。だしみたいなもんですね。そうです、だしです。なるほど。はい、上に干しエビですね。上に見えるのは桜エビの干したやつの。そして塩ですね。でこれが青ネギ。でごま油としょうこ酒。これがちょっと非常に大事な。 のの料理の味噌とということですねごま油は江戸時代にできた会社のごま油ですね、はい、安政5年と書いてます、はい、そしてコカ,コカブラを4つ使用いたします,、はい、そ,すそれではコカブラのスープに早速作っていきましょう、はい、まずはですね干しエビを水へ戻します、はい、15g の干しエビを 100ml の水で戻しておきます、はい、約10分間水につけておいてください、はい、そしてコカブラ4つを今から 皮を剥いていきたいと思いますあらかじめですね、刃を切っておいたんですがもうちょっと切れる部分があったので今その残りの部分をよっちゃんが包丁で切っておりますコカブラ4つ使用いたします刃はですね、よっちゃんがふりかけに使用いたしました、はいはい、そしてコカブラの皮の剥き方です薄い皮なんですけどよっちゃんはご覧のように包丁で螺旋状に切っていきました、はい かなり薄い皮なんで、はい、あの実を削り取ってしまう可能性があります。はい、カツラ剥きこれ。あ、これカツラ剥きって言うんですか。はい、京都のカツラですかね。いやち,ちょっとわ、はい、からないですか、はい、僕も今回コカブラの皮剥きを手伝いましたが、はい、僕が削っあの切ったコカブラかなりね、うん、深くまで身を削ってしまいました。で,、はい、で最後の部分はご覧のように切ったら剥きやすい皮を剥きやすいと思います。はい、こんな感じでコカブラの皮剥きを皆さんしてください。で最後に えー、そこの方に隠し包丁といって十字の切り込みを入れておいたら、はいえー、煮汁が後で染み込みやすいという,そ,う、ねはい、そのような効果があるそうです、はいはい、それではこの次はですね、えー、水につけておいたエビをざるに上げて、はい、そしてこのつけ汁も後で使うみたいなんで両方とも捨てずにですね、まあ、特につけ汁の方はあの置いといてほしいと思いますそしてエビを今からみじん切りにいたします、はい、まずはご覧のように ちょっと大きめな感じで端からこう切っていってこれ水にも使ってますんでちょっとまだ硬かったですけどね,ねこの時は、はい、いつもはもうちょっと水に長いことつけるらしいんですが、はいはい、ちょっと今回は10分という短い時間だったんで硬、はい、めやったそうですである程度の大きさに切ったえー、エビをですねご覧のような感じでみじん切りにしていってくださいこれがいやじが出るということです、はい、干しエビをみじん切りにしておりますでこの次は青ネギですね青ネギを少々、はい 青い部分だけ使いますね今長さをよっちゃんが合わせております、はい、青ネギをみじん切りにしますまずは一番端の方から小口切りですかね、はいはい、小口切りにしてくださいナット食べる時によく僕青ネギを使うんですけど今回のコカブラのスープには最後に器に持った後にこのみじん切りにした青ネギを散らすということですね、うん、これ何のために散らすんですか 彩りをよくするいうこととか薬味ですねおお<ー>、はい、そういう感じで、えー、今みじん切りにしておりますうん、まあ、こんな感じで材料を各自切ったり剥いたりしていってほしいと思いますそれではここからですね鍋に材料を加える工程に入ります底の深いステンレスの鍋を使用いたしまして、はい、まずはスープの水ですね、はい、水4カップを 加えてくださいそしてこの次に加えますのはエビの戻し汁、はい、これも捨てずに皆さん置いておいてくれましたかそしてこれは何ですかゆっちゃんあこれ鶏ガラスープの素ですうん色がね薄いのと濃いのがあるんで,でどっちが鶏ガラでどっちが洋風なんかわかんないんですねこっちは濃い方がビーフ、はい、あ洋風スープの素ですね,、はい、ですねなるほどなるほど、はい、そして塩です塩小さじ 3分の2杯 2>、はい、塩を加えてください、はい、で火をつけます今火をつけましたあ、まあ、多分つけてると思いますね、はい、で紹興酒なんですが大さじ2杯でございます、はい、この紹興酒1972年より宝酒造が輸入販売している信頼のブランドということです東杯という名前の紹興酒らしいです 熱を通しまししままてで溶けやすすいようにしますね、はい、先ほどえ鶏の丸柄スープとか洋風スープの元なんか入れましたんでスープをスプーン中で混ぜまして中のそれらを溶かしてください、はい、そして溶けましたらえ干しエビをみじん切りしたやつを加えますそして小カブラ4つを 鍋に加えてください。はい、丸ごと入れます。入れる方向はまああんな感じでいいと思いますね。はいはい、で蓋をして20分間煮込みます。はい、火の強さはあもう強火にして沸騰してから20分。はい、なるほど。はい、沸騰したら20分です、ね、弱火にしてね。今度はい、がカウントダウンをしております。はい、はい。今20分が経過いたしましたので鍋の蓋を開けて中のコカブラが煮えてるかどうか、はい、熱が通っているかどうかを 竹串で確かにます、はい、竹串を小油にプスッと刺したら、はい、煮えてたら熱が通ってたら抵抗がないんですよねで,ねでこの時はまだ抵抗がありましたのでた、はい、もう一回蓋をして、はい、今度は5分間火をつけて煮込みますで5分後、はい、え蓋を開けて、はい、中身がちゃんと火通ってるかなを いでた、ね、たった5分でい、はい、プスーッと中まで竹串が突き刺さりましたので、はい、煮込みの工程はこの辺りで終わりまして、はい、でですね食べる直前になったらもう一回火を通して、はい、そしてごま油,ごま油少々を加えますこれ食べる直前ですよ、はい、食べる直前にごま油を加えて、はいはい、風味づけですねあ風味が生まれるということですね、はいはい、そうでですねで 小皿に一つずつ入れていくと、はい、ま,まずはコカブラを入れまして、はい、そしてたっぷりのスープに浸すとで、はい、最後に青ネギを上から散らして、はい、コカブラのスープ煮の完成ということでございます、はい、まあこれは冬の旬の野菜ということで,で、ね、まさに今が一番おいしい時期皆さんぜひコカブラのスープ煮をご家庭でも作ってほしいなと思います、はいはい で食べるときはご覧のように着て,切て、はい、召し上がると食べやすいといことですねで中までちゃんと火が通ってますでしょうーん、はい、そうですねでスープと一緒にいただいてくださいわ、はい、かりました、はい、j o b b b 二百九コカブラのスープにバマテッペとよっちゃんがお送りいたしましたありがとうございました,、はい、た JOBBB これはちょっとほんまに脆すがあっさりしてますわ <laughs>